さあ行こうかな。行きましょうか。ハリさん行けるかな。辞退されそうだな。はじめまして、ハリさん。めっちゃファンです。めっちゃファンです。めっちゃ天才じゃないですか。いや、全然ですよ。ハリスさんの料理の才能の方が天才じゃないですか。いや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 、もう、はい、自分にもあんな、そんな早く、ちょっとテンション上がった。マジか。いや、僕、全然計算とかやったことなくてできないんですよ。本当に難しい。いや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 、これ全部足すんですけど、これ難しいから僕ちょっと勘で答えるんですけど、8608で絶対できないんですよ。あ、たまに。いやいやいや、もう天才ですよ。いや、天才ですよ。天才ですよね。よかったらどっちが本物の天才か勝負して決めませんか。勝負しましょうよ。はい、一回お願いいたします。すいません、ハリスさん、ありがとうございます。いやいや、もうこっちは、いや、僕ハリスさんからまさかね、ギフトね、いただけるなんて、いや、ほんまにハリスさんどうもありがとうみたいな感じでちょっと言っちゃってて、すいません。いや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 、すいません。180万人もいるんですね。いるんですよ。え、なんすか。え、いや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 、すごいすごい、なんか腰が低いイケメンですね。いやいや、何それ。いやいやいや、すごいですね。え、で、平子さんと付き合ってんすか。あれ、ちょっと待って、なに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 、平子さんと付き合ってんすか。え、いや、付き合ってないです、付き合ってないです。え、なんで平子さんの家行けたんすか。俺も行っていいすか。え、なんでなんで。え、知ってる、平子さんのこと。平子さんのこと知ってます。俺、平子さんめっちゃ好きなんですよ。ハリスさんも好きやつ。あ、でも、家行っちゃダメですよ。なんで、え、てか、ハリスさんなんで行けたの。それが気になるっていう話です。いや、だって、うわ、はい、行きたかったから行った。行きたかったから行った。じゃあ、俺も行きたいって言っていいか。ダメです。ダメなんですか。ダメです。絶対ダメってことは、これ、付き合ってますよね。いやいや、付き合ってはないです。付き合ってはでもダメです。なるほど、配信者同士の付き合いでってことですか。ああ、そうですね、そうそうそう。なるほどなるほど。いいな。でも言えば絶対ダメです。いや、言ってる人が言っても説得力がないですけどね。お得意の手料理食べさせてましたやん。いいな。幸せそうでいいな。めっちゃ幸せでしたよ。可愛かったよ、ね、可愛いっすもんね。え、ハリスさんは今普通に彼女いらっしゃるんですか。え、今いないです。あ、いないっすか。へえ、はい、そうなんですね。一人暮らしですよね。一人暮らしです。あ、そうなんですね。え、どこ住まわれてるんですか。埼玉県新座市のある5-78プラスも茨城県105です。あ、言ってるわ。言ってるわ、この人。ハリさん、頭言ってるわ。俺よりネジ外れてるわ、この人。で、今度行くわ、みんなで。ピンポ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 。行こうぜ。うん。じゃあ、僕も赤色のね、あの湯船にダイブさせていただきますんで、よろしくお願いします。おちょっと待って、みんな、決めちゃめや、どうでもいい、今はこいつに勝つんだ、こいつをしまかないとダメなんだ、フォロワーめっちゃ多いやつに勝つんだ、お前ら、いくぞ、おい、1ポイントしか入ってない、おい、チャレンジ完了させてない、頼む、お前ら、新規か、やばいやばい、負けるぞ、負けるぞ、これ、負ける、負ける、あ、負けた、はい、やばい、やばい、おい、めっちゃ弱いやん。え、ハリスさんはあれですか、中間ランキングとか入ったことあります。俺88位ですわ、最高。いや、入ったことないです。入ったことないですか。おい、みんなチャンスだぞ。おい、アコム行け、アコム。え、なんすか、何が入ったことあるんですか。え、今88位ですか。あ、88位には入ったことはあるんですが、はい。あ、入ったことありましたね。はい、87位以上で確定した場合には、あの運営の本部に行けることになってるんですよね。そう言われて、本部だから惜しかったですね。いや、うるせえな、こっから、こっからじゃ、うるせえ、黙れ、こっからの話してんじゃん、お前、喋んなくてくせえな。ああ、お前、早く料理せんかい、チャーハン作ってくれ、腹空いてんねん、頼むわ。だから家来て。家来て、家行っていいんすか。家行って確認するわ。なんでや、豚じゃねえよ、お前。めっちゃプリプリじゃん。プリプリや、もう。油ギットギトや、お前、もう。生まれたパーンって言っちゃってますから。うまそう。うまそうじゃないね。掃除しとけ、ちゃんと。すいませんね。めっちゃフォロワーいるのに。まあ、フォロワーの数とギフトの数って比例しないんで、こっから、ハリスさん、負け顔。
すみません、プロセスさん、調子こいてすみませんって言うこと。やばい、やばい。ガリューボクシング最高、お前、ゴリュー勝つぞ。俺ね、月曜日にゴリュー行って、20万使ったんです。ゴリューって知ってます？唐揚げ屋さんなんですけど。ゴリューに20万使ったの？はい、シャンパンめっちゃ下ろしてあげたんです。あ、ゴリュー消えた。あ、ゴリューが消えた。ゴリューさん。お、ゴリュー消えんなって、ゴリュー頼むって、お前。23万下ろしたやつ勝たせろよ。お、リュウヤありがとう、リュウヤありがとう。リュウヤはあれですよ、屋台ゴリュウのバイトですよ。お、頼むぞ。お、絶対ハリツさんに勝つぞ。お前ら料理やってるやつに負けたくないだろ。料理でこれは100何万人同士で行きましょう。どうでしょう、180は仲良くいけないから潰さないと。頼むぞ。おい、ゴリュウ、そしてリュウヤ、お前らここで勝たなきゃいつ勝つんだ、マジで。下克上しようぜ。俺が勝ったらまた行ってやるよ。屋台ゴリュー10万下ろしてやるから、頼む、勝たせて。勝てなかったら俺いかんぞ、もう二度と。ええんやな、お前ら。頼むぞ。行けよ、一発や。ガーッケーおっしゃー。おい、引っ張るわ、引っ張るわ、やめろ、引っ張るわ、やめろ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 、おーおーおーさわ、シャーエロいて勝ちーしゃーゴリュー、リュウヤ、うまっ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 、かっ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 、うまっ、うハリスさん、格下の料理やってるやつからのギフトで負けた気分はどうですか？なんかちょっと料理したくなりたいですね。え、料理したくなくなったって感じですか？料理したくなりたいですね。料理したくなりたい。なんかちょっとおかしい、はい、言葉がおかしい。料理したくなりますね。今度じゃあ味で勝負しようぜ。やった。あんたを料理したいです。あ、俺もですか。そういうことか。そうだか、そうって言ってくれよ。もうちょっと、あ、俺料理したら殺人だよ。もうちょっとお肉見せてもらってもいいですか。はい、ああ、はいはいはい。妊娠3ヶ月なんです、タラちゃんです。自分も一応お腹はそんな感じです。かわいいベイビー、はい。だいぶ、あ、ちょっと待ってね、ハリスさんごめんなさい、ちょっと重大事項があって、屋台ゴリューさんのライブが永久バンされちゃったみたいで。マジ大丈夫？なんでうわ、聞きたいっすよね。え、あれやばいっすね。あ、ちなみになんでしょうね。え、ハルチさんって警告とかバンとかって食らわれたこと今までないんですか？ありますよ、バンは7、8回ぐらい。どまあ、動画バンですね。はい。あと前、あの配信で大人のおもちゃ見せて、すぐブワーってバンになりました。俺と一緒やんだよ。俺も大人のおもちゃというか、あのセクシー女優の下着を2万9000円で落札したんですけど、その時の下着ですね、ブラジャーとパンティがあって、でそれを出すとさすがにバンされるって分かってたんで、その着用した写真があるじゃないですか、着用しましたよっていう証拠写真をこうやって出したら、あのポルノとかヌードでやられたんで、友達だよ、友達ハリスさん、友達、イエイイエイイエイいや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 。ちなみにハリスさんは何歳なんですか？僕29歳。に、あ、20? 負けた。いや、今年28です。あ、28ですか。お兄さんだ。なんだ、そうですよ。お年下や。敬語使って喋るや。ああ、なんですか。あ、すいません。はい、今度俺の、あの、靴舐めろや。嘘です。すいません。舐めます。舐めろか。舐めろか。ハリスもう一回バトルやろうよって開きましょう。マジっすか。今回勝ちます。まあ、はい、次も負けるでしょうけどね。ちょっと待って、違う。ハリスさん、俺とタメ。あ、屋台ゴリューさん、ハリスさん、タメみたいですね。やっぱ、あ、そうですか。この世代は、この世代、ハリスさんと屋台ゴリューの世代って料理うまい人が多いのかもしれませんね、もしかしたら。そうなんだ、ゴリューさん。もう同じ年なんだ。みたいですね。もともとゴリューさんも料理が得意やったみたいなんですよね。うん、で、だってゴリューさんちゃんと腕は、うおー。そうなんだ、うわ、急に来た。やば。金貨の雨ですね、それ。おい、お前ら、俺にはガンギマリ薬というアイテムがある。ガンギマリ薬が説明しよう。金貨の雨が降ってくると。ね、これ食べたらあかん。ね、ほんまのあの、カトゥーンの田中幸喜も恐れおののくね、これ薬あるんで。これいけますんで、金貨の雨が降ってきたら。ああ、頼むぞ。ありがとうございます、マリンクさん。熱ぞ。
勝つぞ勝つぞ、クロミちゃんバラピンマン、ゴリュウさん、ありがとうございます。かわいい。うわ、ほんま屋台ゴリュウ、ほんま残念だよね。ちなみにハジスさんはお仕事何されてるんですか、はい、お仕事 TikTok です。あ、専用の TikToker なんですか。うん、TikTok だけで生きていけるんです。かっこえかっこえTikTok ドリームで。TikTok ドリーム、すごいですね。メグさん、ありがとうございます。お誰やガンギバリ薬ラムネって言ったやつ、ふざけんな、ラムネじゃねえから。カトゥーンが驚くつってんだろ、お前、ふざけんなよ、ガンギバリ。覚醒しちゃうぜ。覚醒しちゃうぜ。やばいやばいやばい。え、じゃあ、TikTok だけで稼げるようになるまでは、平子さんの家で居候してたんですか。いや、違います。え、何されてたんですか。あ、大学通ってました。いや、大学って、え、そんなに長い期間ですか。お、スペシャル始まるぞ。大学、ちなみに俺、神戸大学ってところで出ますけども、何大学ですか。拓殖大学です。あ、聞いたことある。私立です。私立ですか。5800ポイント。5800無理でしょ。あ、けどゴリュー、ゴリューいけるか。おいおい、これもし俺がもう一回勝ったらハリスさん、もしかしたらゴリュー来てくれるかもしれんぞ。埼玉から大阪来いや。あ、行くよ。あ、行くんすか。ゴリュー、本気出せ。ライオンチャンスや。俺、23万下ろしたんだけどな、屋台ゴリューに。23万っすよ。すごいね。これで買っていいの。いや、すごいっすよ。それ何買ってた。え、はい、?23 万で何買ってたんすか。いや、もうシャンパンいっぱい。パールパーティーパーン。さよなら、黒、オル、青い海、キラキラ。ゴリュー、天才すぎた、原爆。シャンパンが3万するんですよね。シャンパン。シャンパン7本ぐらい。ラブバルーン。いい勝負になってきた。いい勝負やぞ。ゴリュー天才。もう俺なんてね、あのゴリュー最初ブロックしちゃってたんですよ。炎上してたっていう感じやったんで。さよならポーリーイーデル馬の尻尾。いけるぞゴリュー。ちなみにハリスさんご存じないと思うんですけど、屋台ゴリューはマヨネーズを200円で売ってて、それで炎上しちゃったんですよ。ユニバースいける。はい。ユニバースいけるとか言うてるやん。やめろ、交渉するな。ユニバース投げんな。やばいぞ。この人には勝てたいよ。こ、あ、ごめん、この人には勝てたいって、ね、勝ちたいやろ。おい、負けんなゴリュー。こういう時にユニバースとかライオンとかを用意しとくんだぞ。わかるか。おい、次言ってほしいか俺に。なあ、おちゅうさん、にゃん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 。ああ、俺また金落とねしてもらいたいか。ああ、じゃあ今頑張るんだ。そして俺が勝ったらハリスさんはもう屋台ゴリューに10万下ろさなきゃいけません。お、チューさんサングラスやめろや。ふざけんね。10万も下ろせないでしょ。下ろせない。やばい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 。やばいよ。限界さんバラ、うまうまうま勝つぞ。あ、じゃあ10万下ろさなくていいんですけど、ハリスさんこれ負けたら絶対ゴリュー行きましょうね。チューさん、おサングラスやめろや。ああ一緒に行きましょう。で、どっちが唐揚げ美味しく作れるか行きましょう。限界しバラママ。おい、惑星頼むぞ。おい、じゃ惑星肩、ライオン行くぞ。誰や、ごめんなさいって。屋台ゴリュー、ごめんなさいって言って。おい、諦めんな、チューさん。にゃんにゃんにゃん。おい、ゴリュー、こんなところで諦めていいのか。お前、客足遠のいてどうする ?257 って聞いてんねん。これ行かない、やばいぞ。え、ちょっと、めっちゃ強いよ。はユニバコント勝てねえ。あ、チエさん、にゃん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 やばいやばいやばい、負ける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 、めっちゃ回ってる。なんで笑っていいんだこの人。負ける負ける、なんで負ける。うーいいよ、だめだ、いいよ、どんな感じなんだ。え、愛してるよ、うん、まあ、さお前も鳥の匂いだ、鳥。唐揚げばっか作ってんのかお前。あ、さっき唐揚げ食ってたよ。あ、道理で唐揚げ臭いと思ったわ。感謝していただいていいですよ。どうぞ、すいませんね。マリンくんさん、ありがとうございました。ゴリュウさん、ありがとうございます。ゆずちゃん、ありがとう、好き。メグさん、ありがとうございます。アキさん、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。
ハリス、あいつバカにしてください。いや、でも天才だからね。屋台五流勝った。いやいや、お前ごめんなさいって言ったら勝てへんやん、勝ってへんけ、お前。おい、何のための23万か覚えとけよ、な。どんだけ払ったと思ってんねん、お前。屋台五流勝ったよじゃないね。はい、そしたら僕も感謝させていただきますけども、五流7300個もありがとう。でも、負けたんだけど、おい、客逃したな。ここでユニバース投げとったら、お前、五流さんじゃない、ハリスさんが、な、来てくれて、めっちゃ出してくれてたかもしれねえじゃん、お前。ああ、客失ったな。そして、チューさんもありがとう。ピーちゃん、ボッサ、顔文字のやつ2人、ウーム、ユーヤ、ホッカラさん、シーさん、パンダさん、みんなまとめて、うん、センキューやん。強いっすね。もちろん。なんか急に、急に、急になんか怖くなってる。まあけど、いやなんか1対1っすから。1対1っすよ、ハリスさん。はい、うん、いやいやいや、1対1ね。ああ、1対1ですね。1対1ですから、なんかすごい勝った気でいるんですけど、もう確かに、ね。いや、だって、こっちが今の差がもうさっきよりもっとすごいんじゃないですか。いや、まあそうっすけどね。うん、まあけど、勝ちと負けで数一緒なんで。うん、はい、あ、だからまあ、まあ、引き分けで終わります。そうですね、引き分けでいいですか、はい、で、多分、あ、いいんじゃない、うん、いいですよ、もう投げれって言われて。いいですか。いやけど、ほんま、ハリスさん、すんませんね、わざわざ僕の、あの、ライブ来ていただいて。めっちゃ嬉しい。ありがとうございました。じゃあ、本当に楽しかったので、またよろしければ、殴り込みに行かせていただきたいと思うんですけど、大丈夫ですか。また負けに来るんですか。いやいや、おめえも一回負けただろうが、調子こくない。すいません。キャラなんです。はい。ああ、あ、宇宙人や。あ、あ、宇宙人。家まで送ってくれたやん。優しい。お、龍也くんもね、インセンティブで27万ぐらいもらってたやんね。東京行っても頑張れよ。いや、ほんまありがとう。一回勝てれたんはもう、んま、五竜さん。後藤くんと竜也くんのおかげだよ。また行ってやるよ。てか、行きてえわ、俺、五竜。毎日行きたいわ。うん。まあ、今東京おるからね、ちょっと行けないんだけどね。いや、ありがとう、ほんま。いやけど、ほんま聞きたい。五竜さん、なんでバンになったの？それみんなまだ、永久バン、えぐいよね。ちょ、みんなでちょっと五竜さんのさ、話、聞こうよ。バラ、うま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 。は？焼きたてご飯？うま、うま、うま、うま。え、いつも見てます。マジ焼きたてご飯ありがとう。は？めっちゃフォロワーいますやん。ここでもとてつもなく面白い配信してるよ。は？焼きたてご飯さんすみません。え、ちょっと待って。お、りゅうや！クラッキャペン！言っちゃってますから。焼きたてご飯さん、すごい方なんですね。はじめまして。うま、プロスロバンプレイヤーって言います。僕、足し算。早くできるんです。あ、間違えてしまいました、ごめんなさい。8362です。はい、正解です。頭抜くペン、余裕ですから。炊きたてさん、え、俺なんて言ってました？炊きたてご飯さん、焼きたてって言っちゃってました、すいません。ちょっとね、ハリスさんとコラボさせていただいて、あの、興奮しちゃいまして。ゴリュウさんとライブコラボで語ってください。あ、わかりました。ゴリュウさんいる。あ、やっぱ炊きたてご飯さんとゴリュウさんはね、同じ飲食系列ということでしょう。